京王よみうりランド駅は東京都稲城市矢野口にある京王電鉄相模原線の駅である京王相模原管区所属駅番号は537相対式ホーム2面2線を有する高架駅である当初は島式ホーム2面4線化も可能なようにスペースを確保していたが長編成化工事の際に重量編成の列車が停車可能な有効長とするためにスペースを ホーム延伸に活用したことで、結局イ面四線化されることはなかった。ホーム構造にはその名残がある。2020年度の1日平均乗降人員は9838人である。読売ランドの最寄り駅でありながらも、相模原線内では最も少ない。乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。北側は多摩川に沿って開けた平地となっており、 住宅地、梨畑などが土地利用の中心となっているほか、富士通フロンテックの本社工場も立地する。かつては東京コカ・コーラボトリング、稲城工場も立地していた。跡地には2007年11月8日にスーパーサンワを各テナントと市、松本清熊沢書店、ダイソー産業、パシオスなどのトナントが出店するアメリア稲城ショッピングセンターが開業した。 丘陵地帯奥に読売ランドがある。当駅から読売ランドへは路線バスのほか駅南側からゴンドラ、スカイシャトルが発着し、スカイゲート前までを結んでいる。1999年のゴンドラ設置前は、スカイロードが駅と読売ランドを結んでいた。東日本旅客鉄道南部線、矢野口駅は徒歩約15分ほどの距離にある。改札口前は、 高架下のスペースが広がり、有料駐輪場が設置されている。南側の一角に小さなロータリーがあり、路線バスタクシー乗り場として利用されている。それを囲む形でマンションやコリグ本社などが建つ。その他はすぐ近くにまで丘陵地帯が迫っており、広大な雑木林からなる里山となっている。この一帯は南山と呼ばれており、ありがた山。 弁天洞窟といった観光スポットがある。南山は以前から市街各域に指定されており、南山東部土地区画整理事業が進行中である。駅周辺施設の読売ランドに慶応の名が冠されたのは小田急小田原線に読売ランド前駅が存在していたためである。ありがとうございます。